皆さん公示初日から、いやこの4年間この東京12区を駆け抜け、そして皆様の苦しみ悲しみを共にしてきた、頑張ってきた池内沙織、今日3日目を迎えて全力で訴え抜いております。日本共産党12区候補者比例代表長久里候補の池内沙織、池内沙織候補から訴えさせていただきます。ただいまご紹介いただきました大激戦の東京12区、市民と野党の共闘で政権交代、一緒に進みましょう。どうぞよろしくお願いいたします。池内沙織です。私は今度の選挙戦心から訴えます。もう二度と医療崩壊を起こさないために、医療に手厚い政治をご一緒に前に進めましょう。コロナ禍、一体誰が想像したでしょう。おびただしい数の自宅療養者、医療につながることができずに自宅療養、自宅で放置、自宅で寝てろ、なんと冷たい政治でしょう。ある5人のご家族全員がコロナの感染をしました。そして徐々に体調が悪くなっていく、一番悪化が早かった次男さんを助けるために、お母さんが必死で電話をかけ、深夜に救急車が駆けつけた。そこから2時間救急隊員が搬送先を探すも見つけられず、肩を落とし、すみません、もうどうすることもできない、何かあったらまた連絡ください、こう言い残して救急車は息子を乗せることなく走り去ってしまった。どれほど衝撃だったでしょうか。自らも熱の出ているお母さんは、もうこれは自分で何とかするしかないと腹を決めて、自転車を漕いでドン・キホーテに向かって登山用の酸素ボンベ買ったそうです。7月31日、東京都では新規感染者が4000人超えて、8月5日5000人を突破。それ以降の日々はもう皆さんご存知の通り、毎日毎日真っ赤っか、新規感染者があちこちです。その最中にさえこの国の政府、自民党公明党は国会を開かず、新たな予算は1円もつけず、宿泊療養施設も増やすこともなく、自宅療養をこの国の、この国に生きる全ての人々に強いる結果となりました。私は心から呼びかけます。政権交代、医療に手厚い政治を、足りない保健所を増やして、障害を持ってても透析患者の皆さんも安心して、もしコロナになったら安心してきちんと医療につながることができる体制を、ここ北区でも透析患者でコロナになったことが方が何人もお亡くなりになってます。重複した困難を抱える人たちがより大きな危機にさらされる、この不公正な状態をみんなの力で改善しましょう。何より命ぶれずに貫いていく、私池内沙織、日本共産党、そして立憲野党で勢力を大きく伸ばし、政権交代前に進みましょう。よろしくお願い申し上げます。そして自粛と保証はセットです。お花屋さんも、おにぎり屋さんも、たい焼き屋さんも、フリーランスも、映画館も、文化芸術も、私たちの社会を彩っているかけがえのない存在です。働く皆さんの生活、そしてお仕事を守っていく政治が必要。給付金が足りてません。私は皆さんと一緒に改革をしたい。もう富裕層や大企業への税金の優遇やめましょう。アベノミクス9年間、格差は本当に広がってしまいました。大資産家の資産は6兆円から24兆円、4倍も増えてる。大企業の内部留保、480兆円、うなるほどお金がある。
1億を超えると所得税の負担も軽くなる。なんでここまで大金持ちを優遇するのか、この不公正な税金の集め方を改めて、皆さんの暮らしを直接温める政治への転換、消費税 5% 減税に立憲野党で進みましょう。政権交代、池内沙織を勝ち上がらせてください。よろしくお願い申し上げます。そしてこのコロナ禍、日本の極めて深刻なジェンダーギャップ、性差別の実態も浮き彫りです。保育や介護、障害福祉、こうした分野はその多くの労働を女性たちが家庭の中で担ってきた。そして無償労働、多くの女性たちがその人生をこの無償労働に注がざるを得ない状況が続いてきました。今一般の業種と比べても月10万円も賃金が低い状態にとどめ置かれている。女子どもの領域とその専門性を正しく評価せずに公的価格を引き上げてこなかった政治の責任です。女性の軽視を改め、女性労働を安く使い捨てにする、このような政治を一緒に終わらせましょう。男女賃金格差も深刻です。平均して240万円、40年勤続、障害賃金にすれば1億円の格差になる。女性を経済的に弱い立場にとどめ置き、何かにすがらせ、何かに従属させる、このような政治の性差別を私は絶対に許しません。ジェンダー平等、シングルで独立し合った個人が出会って作る家族なら、もっと豊かにお互い人生切り開けるんじゃないでしょうか。自分の色で輝いて自分の人生を生きられる、この政治を前に、ジェンダー平等、東京12区、私池内沙織、そして立憲野党、日本共産党、前に進めます。どうぞ応援よろしくお願い申し上げます。今度の選挙戦は地球環境の問題にも真正面から向き合う政治を作りたい。2030年までに 60% の CO2 削減を本気で実現しましょう。今この国の政治家が気候危機に向き合わないということは、今小さな子どもたちに大きすぎる負の遺産を不当に押し付けることになる。先進国の責任、化石燃料を使ってきた責任、そして二酸化炭素を削減する責任に正面から向き合う政治。石炭火力利益共同体、原発利益共同体、お金に群がるこのネットワークを断ち切っていく改革を、日本共産党、企業献金受け取りません。私池内総理、立憲野党のここ東京12区から新しい政治を、 CO2 削減の前に進める政治をご一緒に切り開いていきましょう。どうぞよろしくお願い申し上げます。最後に、私は議席のない4年間この国の政治を変えたいと願わない日はありませんでした。コロナ禍、ステイホームと呼ばれても必ずしも家が居場所にならない、安全な場所ではない、そんな子どもたちがたくさんいます。新宿の街、夜の時間を歩いてみると、今日寝る場所がない、今日食べるものがない、そんな女の子たちにたくさん出会います。その子たちに声をかけているのは必ずしも福祉の立場の人間ばかりではない。子どもの弱みにつけ込んで、その女の子たちの性を儲けの対象にしようとする業者や大人たちです。この歪みを正し、子どもの人生が豊かに花開く、子どもたちの声を聞き、大人社会こそ変わるべき、みんなの声を政治に届けるために、そして性暴力のない、ありがとうございます、性差別のない、そんな日本を作りましょう。私池内沙織、政権交代、ここ東京12区から訴え抜いて大激戦を勝ち上がる決意です。真っ黒、黒塗り、自民党、公明党の政治を終わらせて、皆さんの声が届くカラフルな政治へ。
進みましょう。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。東京12区候補者池内沙織の訴えをお聞きいただきました。